先週金曜、県内屈指の観光地熱海には平日にもかかわらず多くの観光客が。観光客が活用しているのが全国旅行支援の割引です。すごいお得に旅をさせてもらいました。まあ子供もいるので、ちっちゃい子がいるので、まあ安く楽しい旅行ができるんで、すごいいいキャンペーンだなと思ってます。名古屋、大阪、京都、熱海が3回、鬼怒川1回。お得感っていうのは感じますか？めちゃくちゃ感じます。合計今回1万2000円いただいたんですけど、使うのが大変なんです。これとお土産があるの大変なんです。商店街の店にとっても追い風です。お宅クーポン使えますなんて聞きながら来る方が多かったですね。感染拡大する前の以前のもう状態、まあ、ぐらいには回復している。逆にそれよりなんか忙しいんじゃないかなっていう感じですかね。思いっきり追い風になってましたね。はい。観光業界を支援するために始まった全国旅行支援。年末年始は対象から外れていて、年内は明日の宿泊分までが対象となり、来年1月10日から再開されます。ただ延長後はこれまでとの違いも。旅行代金の割引率は 40% から 20% に引き下げに。割引額の上限は交通機関での移動がセットになったツアーで1人1泊あたり5000円、宿泊・日帰り旅行は3000円となります。また既存の予約は対象外です。これに伴って静岡県は先週、今こそ静岡元気旅を1月10日から再開し、3月31日まで実施すると発表。今月23日からの新規予約分が対象となっています。延長に関しては、まあ、やっていただけるならやっぱり効果があると思いますので、ね、それはありがたいと思います。ちょっと割引率がちょっと若干下がるじゃないですか、はい、その辺に対する懸念みたいなのはありますか？まあ、多少懸念はありますけど、ただ極端なことを言うと1000円でも、その前の以前の紙クーポンの時は、まあ、1枚1000円で皆さんそれでも皆さん喜んで利用されてましたんでね。だから、まあ、多少影響は出るかもしれないですけど、でもそれなりに人は出るんではないかなと思います。逆にそのクーポンを出さない時期がちょっと落ち込みが少しあるんじゃないかなって、そっちの懸念もありますよね。静岡市の旅行代理店からは、来年やってくださるってことで非常にありがたいことだなと思っております。こちらでは先週金曜から延長分の受付を開始。まだ予約はありませんが、今日までに10件ほどの問い合わせがあったとのことです。まあ、下がるんだよねっていうお話は伺うんですけど、まあ、それでだからやめるわっていうお話は聞いてません、はい、しばらくはこのコロナ対応とお付き合いしなきゃいけないと思いますので、とにかく感染対策しっかりして今まで通りのことを今まで通り引き続き安心してお客様にご参加いただけるように続けていければなと思っております。